さんこんにちは、ワッキーです。調布市深大寺にやってきております。で、今日紹介するお店もう後ろにあるんですけど、このチャンネルでは珍しいカフェでございます。で、カフェはカフェでもただのカフェじゃなくて、みんな大好きあの焼肉食べ放題でおなじみの焼肉キングの会社が初めてカフェ業態をオープンしたというお店がね、果実屋コーヒーという名前なんですけど、お店の中にパンを作る場所もあるんですよ。もう本気で作ったカフェみたいなんで、まあ、果たして、ね、どんなカフェなのか。ということで、どうですか店内。めちゃくちゃおしゃれだし、あと天井が高いからすごい開放感があって、でオープンしたのが6月の30、今年のね、だから3ヶ月ぐらい前ですね。でこれメニューなんですけど、まあ自分ね、フルーツサンドって1、2回ぐらいしか食べたことなくて、金額のその相場っていうのが分かんないんですけど、結構値段下げてやってるみたいです。フルーツミックスでしょ、それから完熟バナナのやつ、オレンジ、まあ、自分バナナ好きなんでちょっとこれ食べたいなと思うんですけど、で次のページにね、ちょっと食事系のやつもあるんですよね。これは名物カニサラダとなっています。これめっちゃうまそうだな。はみ出るロースカツサンドもあります。で自分好きなのがね、卵サンド好きであります。でパストラミのサンドとエビカツもあるんで、まあ、食事系のサンドイッチも ありますんで、でこれね、ハーフ&ハーフみたいなのもできて、例えばこのたっぷり卵サンド、これにこの完熟バナナ、全部で4つなんだけど2、2に分けることができるんですよ。それでこの価格で味わえるから、これ結構お得っすよね。あと食事系でトースト&プレートっていうのがあって、これめっちゃうまそうだね。モッツァレラとトマトのマルゲリータ890円。このプレートはこれか、こだわりソーセージとホテルオムレツ。この調布深大寺でホテルクオリティのオムレツが食べられてしまうと。フレンチトーストもあります、まあ、パンを店内で焼いてるから、まあ、これはうまいでしょうね。生絞りモンブラン、これも果実屋コーヒーさん看板メニューにしてるみたいです。これね、自分食べたことないんですよね。まあおっさんの自分にはちょっと似合わないかもしれないですけど、せっかく来たんで、まあ、ちょっと今回はこれも目的なんでね、味わってみたい。であとはパフェもあったりとか、フルーツドリンクに紅茶ハーブティー、まあ、この辺は女性はいいんじゃないですかね。で自分はコーヒー大好きで、もう毎日コーヒー飲んでるんですけど、果実屋コーヒーさんのブレンドコーヒー、カフェラテ、カフェモカ、抹茶ラテで、豆にも結構こだわってるみたいです。であと今が旬のシャインマスカットも大々的にやってるんですけど、これすごい安いですよね。シャインマスカットパフェが16粒入ってる、これがね2000円ちょっとですよ。高級フルーツですからね。であとシャインマスカットサンドもできるみたいです。でこれもちゃんとハーフ&ハーフが選べると。であとね、北海道産の赤肉メロンっていうのも今やってるみたいですね、まあ、この辺は多分期間限定かなと思うんですけど、うわすごい、あ結構ボリューミーですね。わすごいな、うわこっちもうまそうだな。これはいいな、断面がいいじゃないですか。これちょっと男の俺でも少しときめいてるよこれこれカニサラダね、結構これ具沢山ですよね。フルーツティー色鮮やかで火が灯ってんですよね。こうやって温めてるんです、すごいな。で自分のが完熟バナナ、これが2つあって、卵サンドでございます。いやこれ結構ボリューミーですよ。もうはみ出ちゃってるもんね、後ろもはみ出てるわ、すごい。それじゃあいただきます。めちゃくちゃうまいっす。あ、卵が超フレッシュ、マヨネーズが優しい、パンが美味しいね。うんうん、おうまい、わあちょっと卵が、うんうんうん、すごいわ。いやこれ卵何個使ってんのってぐらいすげえゴロゴロ入ってる。動画以外で卵サンドめっちゃ食べてるんですよ。これ歴代1位かもしれないですね。うまいわ、これうますぎる。
うん、あ、交換しようか。ちょっと2人で来れば交換できるね。ハーフ&ハーフからの交換。あとお店のブレンドコーヒーです。あ、香りいいですね。ちなみに今10時なんですね。朝の最高のモーニングでございます。まあ、ちょっと遅いけど、どうぞ。ではこれでカニサラダをトレードしました。カニサラダもうまいじゃん。あ、これめちゃくちゃうまいな。カニの身がしっかり入ってて、キャベツとかの食感がいいね。でね、これちょっとピリッとした辛みがあるね。これなんだろう、からしマヨネーズなのかな。あ、違うな、これ玉ねぎの辛さかな。あとね、これカニが甘いね。いや、それにしても今日はこれサンドイッチの動画、このチャンネルではあんまりないですからね焼肉とか最近大衆酒場が多いんですけど、おしゃれなカフェでございます。カニサラダに関しては味少し濃いめじゃん。カニサラダだけ4つ食べるのは味に飽きが来るかもしれないですね。でハーフにして別の味食べてもいいんだけど、やっぱ 2,3 人できてなんかみんなでシェアして食べていくっていうのがまあいいかなと思いました。バナナもめっちゃすごくないですか。これハンバーガーみたいだね。うまいね。まずやっぱバナナがね結構甘くて、でこの生クリームが甘すぎないのがこれいいわ。ほんのり甘さはちゃんとしっかりあって、さっぱりとした甘さでくどさがなくて、パンもまたやっぱり美味しいし、で完熟バナナの甘さもしっかりあります。でこれ結構ボリュームあるから、男の俺でもこれ1個でいいかなって感じです。まあ、食べるとれば全然2個でもいけるんだけど、美味しいから。うん、ホテルの朝食っぽい。でシャインマスカットサンド、うん、おー、シャインマスカットも美味しいね。うわー、なんか芳醇な甘さというか、あ、いいねこれ。うん、うん、すごいこれ生クリームが。こうなるぞ、わかるかな。うん、うまいですね。うん、ちなみにフルーツサンドのこのお皿、さっきからこれ豪華だなと思ってて食べ終わったからちょっと裏見てみたら、丸も高木さんっていう方の名前があって、メイドインジャパンと。すいません、僕ちょっとこの方存じ上げないんですけど、すごい高そうだなっていう。現場からは以上です。あ、これですね。はい、こちらです。わー、すごいな。ラグビーの長島モンブランでございます。はい、ライトからクリームを絞って仕上げさせていただきます。このシーンもワッキー TV にはなくないですか。どうですか。今日だけスイーツ男子ですよ。で中がこれマロンアイスだそうです。あとこれ栗がすごいゴロゴロしてるのと、で今いろいろちょっと話聞いたら、生絞りモンブランはいいとこで食べると3000円近くするそうです。で安いところでも1500-600円、ここと同じぐらいの価格で売ってるところもあるんですけど、量がねもうちょっとこじんまりしてるみたいで、ここはね結構ボリュームがあって1500-1600円ぐらいでこれやってるんで、まあ、ただやっぱり味が一番大事だと思うんで、まあそれはどうなのかなっていうところですね。お、モンブランのこの なんていうこれ、 あんっていうんですか、めちゃくちゃ濃厚っすね。すっげえうまいじゃん。マロンアイスも いいですね。うん、何個栗入ってんのっていうぐらい。うん、あ、甘い栗が。やっぱりあの運営してる会社さんがもう飲食ではやり手のとこなんで、今流行りのものを一般消費者の方にこうなんとか安く美味しくでボリュームもちゃんとある
状態で提供してくれてるっていうのが企業努力っていうのを感じますね。で時刻がねもう11時回っちゃいまして、こっから多分もっと混んでくると思うんで、ここいらでねちょっとこれ食べて、おいとましたいと思います。果実屋コーヒーさん、調布神代寺にあります。今回ちょっと自分車で来たんですけど、電車だとね京王線の柴崎とか国領駅とか、そこからでも歩きだとね結構遠いんですよね。バスでも来れると思うんですけど、まあちょっとやっぱ車があれば車の方がいいかなと思いますね。ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。まあ、このチャンネルではねあんまりこういうお店を紹介すること年に1回あるかないかなんで、ただちょっとやっぱこのチャンネルでは俺焼肉キングさんとか結構過去にいっぱい紹介してるんで、僕の中で気になってて、あのお店があの会社がカフェのこういった業態でどういう感じなのかなっていうのをね知りたかったっていうのもあったんで、この動画を参考にしていただければ嬉しいです。それではまたね。